はい、こんにちは、純米酒専門屋の新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日は、埼玉県蓮田市新亀酒造から、新亀の純米酒、上層中組をご紹介したいと思います。まあ、こちらの上層中組、新亀さんはですね、比較的こう火入れして、熟成酒で出すということが、メインになってくるんですけども、まあ、その中ではこう比較的こう珍しいですね、上層中組生酒となっております。私もですね、非常にこう好きな一本ということで、今回はご紹介をしたいと思うんですけども、まあ、ボトルはこちらですね。はい、こちら、普段のね、新亀さんのラベルとはだいぶ違うと思うんですけども、新亀、まあ、地帯もね、旧地帯になってますね。上層中組純米酒ということで、山田錦を 100% 使用した、お酒ですね。まあ、ちなみにこの上層中組というね、文字、これね、商標登録商標されております。まあ、上層、まあ、絞る、まあ、そしてですね、中組ということで、まあ、一番こう、ね、いい部分を、ね、まとめて絞ったそんなお酒になるんですけども、まあ、絞ったお酒をですね、まあ、そのままなるべく早く、ね、瓶詰めした、まあ、そんなお酒になります。まあ、ですのでちょっとこうフレッシュ感もあったりとかですね、中組の安定した、ね、風味というのも楽しんでいただける生酒なんですけども、まあ、純米酒ということで結構うまみもね、乗ってるんじゃないかなというふうに予測しながら飲んでみたいと思います。はい。まあ、新亀酒造さんといいますと全量純米蔵ということなんですけども、全量純米にしたのがですね、まあ、昭和62年ということで、まあ、かなり早かったんですね。まあ、その頃というのは醸造アルコールを添加するのがむしろ普通ということで、まあ、そちらの方が経済的効率的ということでですね、皆さんアルテンされてたんですけど、まあ、そんな中で純米酒をね、始めるということで、純米酒オンリーしか作らないということは、まあ、当時の業界にはですね、かなりこう衝撃的だったんですね。まあ、ですが、そういった中で、非常にこう質のいい、お酒を作るようになりまして、まあ、全国の蔵元さんからもですね、いろいろこう視察に来たりとか、まあ、非常にこうね、尊敬を集めている蔵元さんの一つになります。はい。では、上層中組ということで、まあ、ちょっとね、折も絡んでるね、お酒ですね。はい。まあ、これ開栓2日目なんですけども、味がねちょっとずつ変わっていきます。まあ、中組の生酒ということで空気に触れることによってですね、まあ、こうちょっと柔らかくね、深みが増すということでですね、ちょっと味をねいきたいと思います。香りはですね、ほんのり甘みがありまして、その中にちょっとこう爽やかな印象ですね。うん、まあ、麹由来のね、ちょっとお米の香りも感じられます。いただきます。うん、いやー、もううまみたっぷりですね。はい、奥の中にほんのりね苦みと硬さがあるので、まあ、新酒由来なのでね、ちょっとそういう硬さもあるのかなと思いますけども、まあ、熟成してね、これはもうよりこう伸びていくんじゃないかというね、まあ、そういう予感を感じさせるお酒です。で、まあ、多分ですね、これ改善せずにそのままですね、家で寝かせ続けても面白いお酒だと思います。まあ、生酒ね、あまりこう熟成させないというねイメージ強いかもしれないんですけども、まあ、このお酒でしたら、まあ、冷蔵で、1年2年寝かせるとですね、この奥にあるね、硬さがねちょっとずつこうほどけてきて、うまみ甘みがね増してくると思います。うん、非常に香りもいいですね。まあ、これは常温に戻しても、そしてね、おかんにしても美味しいお酒ですので、ぜひ試していただければと思います。おかんにするとですね、こう非常にこう甘い香りが立つんですね。まあ、皆さんもおかんするときに鈴かチロリか、まあ、何をねご利用になるか分かりませんけども、ちょっとずつ温まってきたときにですね、香りを嗅いでみてください。非常にですね、甘い香りが立ちますので、お米のね旨味が凝縮されてるんだなということが実感できるかと思います。はい、というわけで本日はですね、こちらの新亀酒造さん、新亀の上層中組純米酒をご紹介させていただきました。では本日もご視聴どうもありがとうございました。